ヨハネス二世、コムネノス、1087年九月十三日から1 1 4三年四月八日は、東ローマ帝国、コムネノス王朝の第二代皇帝、同王朝初代皇帝アレクシオス一世、コムネノスの子、カロヨハネスと称えられた。中世ギリシア語系では、ヨアニス二世コムニノス、1118年、すでに共同皇帝となっていたヨハネスは、父の死により、 皇帝ヨハネス二世コムネノスとして即位した。しかし、その際には、姉のアンナコムネナと母エーレーネードゥーカイナが、アンナの夫ニケフォロスブリエンニオスを、後継者に据えようとしていたたため、父、アレクシオスの死期が近いことを確認したヨハネスは、父が死去する前に急いで、大宮デニエをもむいて、即位の既成事実を作らなくてはならなかった。 ヨハネスの即位後も夫を転移につけて皇后になることを諦めていなかったアンナはヨハネスを暗殺するクーデターを計画したが夫のニケフォロスが優柔不断であったことから失敗に終わった。これに対しヨハネスは姉を殺さないという寛大な処置を取ったことから民衆から尊敬されカロヨハネス、善良なるヨハネスと呼ばれた。なおアンナは母と共に修道院入りして 夫、ニケフォロスが書いていた父、アレクシオスの伝記を、夫の死後に引き継いで、アレクシアスとして執筆。世界史上でも稀な女性歴史家となった。賢明で資料部く誠実で、かつ強靭な精神の持ち主であったヨハネスは、帝国の最高のために倹約に努めて無駄な資質を抑制し、父の政策を継いで、軍事力を再建し、対外政策に力を注いだ。 ベネツィア共和国との戦いでは、敗れてしまったが、北方においては帝国への侵入、略奪を繰り返していたペチェンリャグ人を壊滅させ、東方においては、元はコムネノスケの治療地であり、ルームセルー区長に占領されていたパフラゴニアをはじめ、多くの小アジア領を回復した。1136年に、キリキアア・アルメニア王国を滅ぼし1137年には、 アンテロキア公国を屈服させ、帝国を再び東地中海の強国として蘇らせることに成功した。また、父の貴族優遇政策を踏襲しつつも身分が低くても有能な人物を側近として取り立て、貴族勢力と皇帝を支える官僚の均衡を図りながら巧みに国政を運営した。同時代及び後世の人間からも彼は、 ローマの定位についたコムネノスケの所定中、最上の人物であると言われていたが、現代の歴史学者も、歴代の東ローマ皇帝の中でも、屈指の名君であるとみなしている。晩年のヨハネス2世には、長男のアレクシウスと次男のアンドロニコスに、相次いで先立たれるという不幸もあった。1143年、遠征先のシリアでの狩猟の途中、誤って、毒矢を自分に刺してしまい、 臨終の床でアングの三男イサキオスを排してイオン。男のマヌエルを後位継承者と定め、56歳で死去した。ヨハネス2世の帝国西部における外交政策は、神聖ローマ帝国との同盟関係を重視するものであった。この政策の背景としては、南イタリアにおいて勢力を強めるシチリア王国のルチエーロ2世を牽制する必要が神聖ローマ。 東ローマ双方に共通していたためである。ありがとうございます。